全世界の皆さん、こんばんは、こんにちは、タナです。本日はホットサンドメーカーを大量に買い集めてみました。そちらを実際に昨日開けたんですけど、使用感だったり、特徴を、紹介していこうと思います。で、実際に今日パンを買ってきました。これを使って今日は、焼いていって、まあ、どんな模様が出るのかとか焼き心地とかそういうのを、基本的に同じ条件でやってみようと思います。で、焼くときはまあ、皆さんね、ガスバーナーとかを使う方が、まあ、多いと思うんで、僕もプリムスのこのガスバーナーで今日は焼いていこうと思います。一つ目がイタリア商事のホットサンドメーカー、二つ目が天幕デザインのホットサンドメーカー、三つ目が吉川のホットサンドメーカー、五つ目がキャプテンスタックのホットサンドメーカー、で、五つ目がこのロゴスのホットサンドメーカー、で、六つ目がコールマンのホットサンドメーカー、で、最後八個目がスノーピークのホットサンドメーカーをご紹介いたします。ではまず、イタリア商事のホットサンドメーカーからなんですけれども、こちらは、特徴としては昔ながらのシンプルな形、熱い鉄板を使い蓄熱性が良い、フラット面なので小さなフライパンとして使える。あとはここがまあ、セパレートできるものとセパレートできないタイプがあるんですけど、こちらのイタリア商事のものに関してはセパレートがここができないようになっているので、この状態が、まあ、一番コンパクトな状態ということです。で、焼き印が例えば天幕デザインとかだと、まあ、焼き印がこういう風に入るようになってるんですけど、今回はイタリア商事に関しては焼き印はないというふうになっています。で、良い口コミと、でちょっとネット上の意見、ポジティブな意見とネガティブな意見を少し読み上げます。まずいい点が、焦げ付きにくい、具材がたくさん入れられる、6枚切りも OK、 日本製で安定した商品、家庭で使用している人が多い印象で、良くない点は、分離できないので洗いにくいということです。で、昨日僕も実際使う場合洗ってみたんですけど、まあ、確かにシンクの中に この状態で開けてこうやって洗わなくちゃいけないんで、少しだけこう洗いにくいかなっていうのは、思いました。次に紹介するのは天幕デザインのマルチホットサンドメーカー2というものです。で、こちらは、今回紹介する中でも2番目に高い、まあ、スノーピークが一番高いんですけど、6458円ぐらいで僕は Amazon で購入をしました。で、特徴としては今回厚切り用と薄切り用が楽しめるっていうふうになってるんで、ご覧の通り3つあるんですよね。で、これ要するに深さが、2種類あって、より分厚いものも対応できるというような形みたいです。で、こちらの深さが28ミリの深いタイプと、薄い18ミリのタイプを、まあ、いずれも使い分けられるというような形みたいです。で、天幕デザインはこちらにここにマークが入っていまして、ここで焼き印がつくというような、ホっていうマークですね、ホットサンドのホでしょうかね、がつくようになっています。で、ネットの意見をちょっと集約したんですけれども、ポジティブな意見としては厚切り用と薄切り用が楽しめる、まあ、2つついてますからね。で、焼き印のホマークに癒される、後でちょっと実際僕も癒されてみようと思います。焦げ付きにくく洗いやすい、フッ素加工がされているんで洗いやすいみたいですね。フライパン使用が便利。なるほど。こちらをおそらく、まあ、フライパンみたいな形でも、まあ、使えるような風に、なっているんだと思います。
確かにね、このホットサンドメーカーを持って行っておけば、これを普通に夜ご飯の時とかフライパンみたいな形に使ってやるのもまあいいんじゃないかなと思いますね。まあスキレットとね、こう別で持っていくと重かったりすると思うんで、そういうのは確かに便利だなと思います。で、良くない点としてはセットなので仕方ないが、まあ値段が高いと。まあそうですね、まあこの下が2つついて全部で2種類楽しめる分、まあ、値段は多少高くなってるのかなとは思います。まあ、今回ね、一番安いものなんか1300円とかで買えたんで、そういう意味ではその価格ではまあちょっと高級な部類に入るのかなと思います。はい、それでは天幕デザインで、実際に巻いていきましょう。はい、で今から実際に焼いていこうと思います。で、今うちこの家の中なんですけど、窓を全て全開にして換気扇もガンガンに回していくので、これはまあ真似しないようにしてください。安全性に注意を払ってやっていますので。で、今から焼いていくものに関しては、まずイタリア障子と天幕デザインを2つ同時にやってみようと思います。ちょっと音がうるさくなったかもしれないですけれども、ご勘弁ください。まあ、今日はオーソドックスなやり方をしようと思って、もうハムとチーズと、まあ、パンで、ハムチーズサンドを作っていこうと思います。これが今回使うパンは、6枚切りのタイプですね。6枚切り、まあなんかサイズ感としては今1個入れると、こんな感じです。これイタリア障子のものですね。で、まあ、バターを塗る人もいるんですけど、ちょっと今日は、そこは塗らずにいきます。で、とろけるチーズを入れます。ハムを1枚挟みます。ハムね、ハムを1枚挟みます。で、こちらね、もう1枚かぶせて、これでイタリア障子で、これ押さえるときにちょっとまだ僕あんまりこうやったことないんですけど、うまく、あ、なるほど、あ、まあ今これ入れました。はい、これがイタリア障子ですね。で、次天幕デザインの方も準備をしていきます。あ、天幕デザインの方は底が、天幕デザインは底が厚い方を使います。あ、底が薄い方を使います。はい、まずパンを入れます。あ、ちょっと余裕がありますね、こうパンを入れても。パンを入れます。とろけるチーズを挟みます。で、ハムを1枚入れます。で、こちらパンをもう一枚上にかぶせて、今これぐらいの感じですかね。で、じゃあ締めていきましょう。はい、うまい具合に締まったのではないでしょうか。で、今イタリア障子と、天幕デザインのこの2つのホットサンドメーカーをこれから、焼いていきます。今2つ乗せたんですけど、やっぱりこうね、皆さんおそらく分かると思うんですけど、ちょっとやっぱこう滑るんですよね。あんまりこう乗せて力が加わるとこう滑るんで、そのあたりはちょっとキャンプ場とかでも気をつけた方がいいのかもしれない。今天幕デザインの方がちょっとこう危ういぐらい今もう行っちゃったんですけど、結構こうが火加減が弱め、かなり弱めでやっていくのがいいのかもしれないです。今まあこれギリギリでこう止めちゃってるんですけど、ちょっとこれ僕が下手くそなだけなんで、皆さん、天幕デザインに関してはもう後ろ側も焼けたと思うので、これで一旦完成というふうにしておきます。で、天幕デザインの見えますか、これ穂のマークがこんな感じですね。すごく可愛らしいですね。
で、確かにこう綺麗に焼き目はついてると思います。ちょっとだけこう焦げてるのは僕が下手くそなだけなんで、そこは気にしないでください。で、イタリア商事の方がだいぶいい感じに、こんがり焦げ目がついてきました、うん、まあこういうかこんな感じで、で、次の紹介なんですけれども、吉川のホットサンドメーカーですね。吉川のホットサンドメーカーに関しては1366円で僕は購入しました。で、フッ素加工になっております。手元はこういった形でここで取れるようになっていて、ここはまあセパレートはしないような形ですね。セパレートはしないです。で、特徴としては斜め線の焼き印、これですね。ここがこう斜めになってるんで、この斜めの線が綺麗に焼き印が入るんでなかろうかと思います。まあ、なんかカフェとかね、で出てくるホットサンドがなんかこういうイメージがあります。で、しかもこれ2つに、すみません、分解が可能ですね。ここが、ああなるほど、形状がちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、ここが合わさるようになっていて、こちら取れるようになってるんでセパレートが可能ですね。で、口コミとしては、いい口コミ、値段が安い、確かに1366円なんですごく安いです。で、カフェっぽいストライプ状の焦げ目がつく、分解できて洗いやすい、なるほど。で、気になる点は、持ち手が長めなので、ガス台上の安定に注意。あ、でもそういう意味でいくと別に他のブランドと比べて特にこう長くないと思うんで、これはもしかすると、ちょっと気にしなくてもいい、口コミかもしれないです、はい、次はこちらのこうキャプテンスタックのホットサンドメーカーです。結構なんかこうツヤツヤで、なんかね、あんまりこう高級感はやっぱりこうないというか、若干こうなんかこういう言い方良くないかもしれないけど、安っちいようなこう見てくれですね。で、値段に関しても実はこの中でも一番安くて1323円で、僕は Amazon で購入しました。で、こういう風にここで、まあ調整するのは一緒ですね。で、焼き印に関してはないですね。もうツルツルのツンツルテンです。裏も同じような、まあ、デザインになっています。で、セパレートは、こちらはできません。セパレートができない。最大がここまでですね、開くのが。で、特徴としては、取っ手の部分が、何ですかね、フェノール樹脂、耐熱温度が150度まで、まあ、耐えられるっていうふうに書いてますね。ここのことですね。強火から焼きでは使用しないでくださいというふうに書かれてるんですけど、まあなんか熱くなりやすいんでしょうね。で、良い口コミとしては、まあ、値段が安いと、まあそうですね、かなり安いですね。良くない点は加工がないのでこびりつきやすい、まあ、油を塗るのは必須というふうに書かれてます。まあ、ちょっと今日はね、油なしでやっていこうと思うんですけど、この中に油を塗るっていうことなんですかね。で、洗いにくい、まあセパレートができないものは全部多少洗いにくいっていうのはあると思うんで、まあ、そちらはあるのかもしれないです。ということで、キャプテンスタックのホットサンドメーカーで実際に焼いていきましょう。こちらが、吉川のホットサンドメーカーで、こちらが、キャプテンスタックのホットサンドです。まずは吉川の方から、入れていこうと思います。このカフェみたいで、今思ったんですけど、この吉川のものは全部開くんで全部開くので、調理がしやすいような気がしますね。とろけるチーズを挟んで、ハムを1枚挟みます。
はい、今吉川の方がセッティングが終わりました。ではキャプテンスタックもいってみます。今のところ全部こう耳をつけたまんま、入れてます。とろけるチーズを入れて、ハムを挟みます。で、さっき他のを焼いててちょっと気づいたんですけど、結構このガスバーナーで焼くときは、火をかなり弱めにして焼いた方が、まあ、中まで温かくなるっていうふうに思います。で、割とねパンってこうすぐに火が通るんで、弱めの方が、まあ、ちょうどいいような仕上がりになるっていうふうに今のところ思ってるんで、次はちょっと弱めでやってみようと思います。はい、で、キャプテンスタックの方はこちらも締めていきます。まあ、今までこう、パン6枚切りのもので割とこう柔らかいタイプのものを使ってます。で、チーズとハムを1枚だけ入れて締めてるんですけど、特にこうなんか思いっきしこう力を入れて締めてるっていう感覚はないので、なんですかね、今のところはまあ順調にいってるんじゃないかと思います。はい、ではそれでは乗せていきます。で、吉川とキャプテンスタックを乗せてるんですけど、どちらかというとこう吉川に関しては、ここの今なんですかね、この模様があるのでちょっと滑りにくく多少なってますね。でキャプテンスタックに関しても、同様に、キャプテンスタックの方が割とこう滑りにくいですね。先ほどこう天幕はツルツル、まあ、こういうふうにこうツルツルだったんで割とこう滑ったんですけど、キャプテンスタックと吉川に関しては今のところ滑りにくいっていうような感覚は僕はあります。で、皆さん本当に思ってる以上に、焼けるのが早いというか、やっぱパンなんで焦げ付きがすぐあるんで、さっきちょっと天幕片面若干こう焦げかけたんですぐ取ったんですけど、気をつけてもらった方がいいと思います。まあ焼き加減が気になる人は、まあ、たまにこう見ていけば、まあ、いいのかなっていう感じですね。こうやってちょっとだけ焼けてきました。お、いい感じに。ちょっとこれ一瞬入れ替えましょうか。吉川の方が今こんな感じで非常に綺麗な焼き加減になってます。キャプテンスタックはまあ何ですかね、もう一般的なこうパンの焼け跡というか、まあ、今日僕がそんなにこう具材を入れてないんで、こう開け閉め楽にこうできてるんですけど、まあ、たくさん入れてる人はまあ開けるときちょっと注意して開けた方がいいのかもしれないですね。まあ、あとはこう場合によってはこう何ですかね、ひっくり返したりするのをまあ繰り返してまあやっていくとかもありなのかもしれないですね。キャプテンスタックに関してはまあ大体ホットサンドっぽくなったんで、これで一旦仕上げようと思います。うん、吉川も危ないですね、間もなく焦げるところだったんで、これで一旦どちらもこれで出来上がりなので火を止めます。まあ、焼け具合に関してはこのキャプテンスタックの方はなんか均一にやっぱりこう特に模様とか入ってないので均一に焼けるというような感じで焼けてますね。で、この吉川の方はこのストライプ状の柄が出ますね。ちょっとこっちが少しだけ焼きすぎちゃったんですけど、なんかいい感じですね。美味しそうですね、こちらの方は。はい、ということです。はい、次はロゴスの、ホットサンドメーカーの紹介になります。ロゴスのホットサンドメーカー、これ耳をつけたまま、調理ができるというふうに書かれています。まあ、そもそも他の耳ダメなんですかね。ちょっとね切るのめんどくさいんでなんかこう耳ありでやりたいなと思ってたんですけど、でこちらに関してはロゴスは、値段は僕は3272円、まあ、3000円台で、購入をしました。で、こちらも分解して洗えるそうですね。で
さっきも一つ紹介した、吉川のホットサンドメーカーも分解ができたんですけれども、そちらの形状と近くて、ここのところを、まあ、うまいこと ずらせばこう取れるっていう風になってます。まあ、こういう感じまで分離できますね。で、この中にあるロゴが焼印になるそうです。特徴としては、ロゴの焼印があると、こちらの上の葉っぱのマークと、ロゴスというブランドロゴが、入っています。で、ハーフセパレートタイプ、ここのとっても取れますね、これ。あ、これは嬉しい。かなりコンパクト、とってもこう回して取れるので、非常にコンパクトになりますね。ここまで、コンパクトになるので、でこれは良いですね。で、分解して洗えるんで、まあ、衛生な状態を保つことができると思います。で、まあ、口コミとしては、分解ができるので洗いやすい。そうですね、その通りですね。で、持ち運び性も優れていると思います。まあ、重たさは 480g で、まあ、他のとそんなに変わりはありません。で、ロゴの焼印が、まあ、可愛いと。で、良くない点は逆に、真ん中で分離をするので、真ん中でこう分解をするので、ボリュームのある具材は無理。確かにこれ今見てるんですけど、この厚さからするとそんなに分厚いものは焼けないんでなかろうかと思います。で、焦げつくので油での手入れが必要、取っ手が緩みやすいということだそうです。まあ、ちょっと取っ手に関してはね、これは新しいものなんで今わからないんですけれども、ただ、まあ、コンパクト性を考えるとかなり僕はなんか良さそうだなと思っています。3000円台で買えるんで、まあ、今回の中で言うと中ぐらいの価格帯っていう感じですかね。付け方はここにこう合わせて入れて、で、取って閉めるとき変わらずここで OK ですね。はい、あと残すところは2つですね。コールマンのホットサンドメーカーです。こちらコールマンのホットサンドメーカーは、価格は3080円ほどで僕は購入をしました。で、ご覧の通り、セパレートしますね。特徴としては、内部ノンスティック加工、これはどういうことですかね。内部の、ノンスティック加工というところに関しては、フッ素の加工ではなくて、中をどうやらこう少しこうザラザラにしていることすることによって、そのくっつくのを防いでるみたいです。なので、まあ、フッ素加工はしていないけれども、まあ、物がくっつきにくいというような、特性のことを、まあ、ノンスティック加工というふうに言うそうです。で、ランタンマーク焼印、こうですね、ここですね、ランタンマークの焼印がつくそうです。で、コンパクトに収納、そうですね、確かにこのコールマンのものは、ロゴスと同じで、この取っ手の部分が、取れて収納ができるので、収納というか小さくなるので、非常にこう小さく持ち運びが、できるような、気がします。で、三角セパレート、これは何ですかね。三角セパレートとはちょっと謎なんですけど、で、表はこんな感じですね。表面はで、良い口コミと、そうでない口コミに関しては、まず洗いやすくて取り扱いやすい、そうですね、こう分解できるんで、やはり洗いやすいじゃないかなと思います。で、焼き印がおしゃれ、うん、そうですね、焼き印は中にある、まあ、このランタンのマークですね。耳もそのままセットできる、おお、それはいいですね。僕今日全部耳付きでやりたいなと思ってた。具もそのままセットできる、まあ、おそらくこの辺りはこう分厚さの話を言ってるんでしょうね。なので、まあ、好みに合わせてどういう調理をしたいかとかを考えて、熱いものが入れたいんであれば、まあ、例えばこう天幕デザインみたいにちょっと分厚いタイプもいけるようなものとかをチョイスするっていう感じがいいんじゃないですかね。
で、クリップ部が、木製なので良い。まあこれは好みですかね。仕切りはあるが切るときにはナイフが必要。そうなんですね。これが仕切りみたいなんですけど、これでは切れないと。まあちょっと後でやってみるので。で、逆に、良くない点に関しては、持ち手を緩めると、ロックが使えない。コンパクトになるのはいいが、その分接合部の耐久性が低い。まあ確かに、まあちょっとね、これは実際にこう使って、長く使ってみないとわかんないんですけど、今日買った全てのものに関し、対して、ここがやっぱ薄い、細いというのは、実際に僕も感じています。ただ、その分コンパクトで収納、携帯性が、まあ、加算されているというもので、ここはもうトレードオフかなというふうに考えています。で、具材の詰めすぎに注意。8枚切りがベストというふうに、言われています。まあ、このね、先っぽ、まあ、結合するのも非常に簡単なので、ここをね、これに、で、取っ手の部分で締めるっていう感じですね。はい、それでは、このコールマンのホットサンドメーカーで実際に焼いていきましょう。はい、では次はロゴスと、コールマンを、焼いていこうと思います。まずはロゴスから。ちょっとこれロゴスも耳ついたまんまやってみましょうか。こんな感じでね、なんか入りそうな気がしてきたんで、とろけるチーズをのせます。ハムを乗せて、でパンをかぶせます。パンをかぶせて、ちょっとじゃあ閉めてみましょうか。これ閉まるかな、謎ですけど、ちょっとギリギリな感じはするけど、でもいけるかもしれないですね、僕のこのパンは。今6枚切りのすごく柔らかいのです。ちょっとはみ出てますけど、まあ、これはご愛嬌で。はい、ではコールマンの方にも挟んでいきます。コールマンはね、こう2つセパレートになるんで、パンを乗せて、で、もう1個パンを上に挟みます。そしてこのまま挟んでいく予定です。まあ全然問題なく、まあ、中にね具材をそんなに入れてないんで、入れてないっていうことが、まあ、あるからでしょうけれども、全然乗ります。はい、では火をつけていきます。はい、ロゴスコールマンで、乗せた感覚なんですけど、このロゴスの方はまあ、割とこうツルツルしてるんで、ちょっと滑りますね。まあ、コールマンも同じですね。コールマンも同じようにちょっとこうツルツル滑るような感覚があります。やっぱりこう火加減がすごく重要な感じがしています。ちょっと焼き加減を見てみます。ちょっと今ね、コールマンかなりいい感じのロゴスですね。ロゴスもうまい具合に焼けそう。あ、やばい。ロゴスはこう開けすぎちゃうと分離しちゃうっていう。うん、だいぶいい感じに色がつき始めているので、見えますか、可愛らしいですね。かなりいい感じにロゴスは焼けてきました。で、切り目からちょっとだけチーズが出てきてるんで、そういうのもいいですね。あ、コールマンもまあいい感じにできつつあるんじゃないでしょうかね。ちょっとで反対側も焼いていきます。はい、ロゴスの方かなりいい感じに焼けております。こんな感じです。で、裏側もこんな感じで両面に焼き目がつきます。これはもうできたんで、一旦火を止めます。はい、でコールマンの方も、おそらくもできておりまして、こんな感じですね。
まあ、間に切れ目が入っていてすごくおしゃれな感じですね。ただこれ開け閉めするとこうやって取れちゃうんでちょっと気をつけた方がいいですね。まあどちらもロゴが特徴的で可愛いんじゃないかと思います。はい、最後にご紹介するのが、スノーピークのホットサンドメーカーですね、ラメジーノというふうに、言われています。でこちらが、値段が7884円でした。ちょっと高かったですね。この中ではアマゾンの価格です。で重たさが、850g で、天幕デザインの、3つを合わせたよりも重いというような形に、なっています。ただ、これなかなかこうすごく機能性が素晴らしくて、こう分かります？このとこなんですけど、最初この状態にコンパクトになってるんですけど、ここで合体させてここで締めるっていうような感じですね。でこの状態で開くと中に入れられるっていうような、ちょっとなんかねこうもうかっこいいですね。やっぱ僕的に今回ホットサンドメーカーをいろいろ見たんですけど、まあ、今のところ天幕デザインとこのスノーピークはやっぱりこう値段が高い分あってすごくかっこいいなと思ってます。このスノーピークの、特徴なんですけれども、密封性は非常に高くなっているそうですね。まあ、こういうなんですかね、こう、噛み合わせのところをかなりこだわってるみたいですね。例えばこちらはこうボコッとこう膨れてるんですけど、こちらがへこんでるんですよね。逆に上はその逆で、上下をまあテレコにすることによってしっかりと密封するっていう風になっています。で、本体に関してはこれも、外せるようになってますね。先ほど、紹介したちょっと何だったか忘れたんですけどものと一緒で、ここを、まあ、真横を合わせることによって収納が2つにセパレートに分かれられます。で、本体は、まあ、熱伝導性の高いアルミダイカスト製というふうに、書かれていて、全体にシリコン加工が、施されていて、まあ、焦げ付きを軽減するというふうに、書かれています。で、2本の、ここのハンドルはこちらで、ロックが、可能ということです。でここハンドル部分は木でできていて、非常にこの木の素材も僕好きな感じのものですね。おしゃれな感じですね。で、収納に関してもここ例えばちょっと分かりますか、この辺りを見ていただきたいんですけど、こういったところにもこうちょっとしたこうロゴとかが入っていてかっこいいですね。でこれはまあ、サイズはここまで小さくなります。でこのスノーピークのホットサンドは、まあ、食パンの耳を切ったサイズで、揃ってるっていう風な形なので、ちょっと後でやるとき、耳を切らなくちゃいけないかもしれないですね。で、良い口コミとしては、コンパクトで持ち運びが便利、まあ、それに関して言うと、その他のものの方が軽くて、コンパクトになるものもあったりするので、まあ、何とも言い難いんですけれども、まあ、重たさは一番重たいです。ただ比較的こう小さく重たい割にはまとまるっていうのは確かにあると思います。で逆の口コミに関しては、耳を切り落とさないと使えないサイズに、嘆く人が多い、まあ、そうなんですかね、こうちょっとなかなか、まあ、人それぞれあるかもしれないですね。で、値段が高いというふうに、言われています。で、まあ、せっかくねこうスノーピークなんで、こう夜勤もスノーピークあるのかなと思ったら夜勤はないみたいなんで、そちらはまあちょっと残念だなとは思ってるんですけれども、まあ一旦このスノーピークのホットサンドメーカーで実際に焼いていきましょう。それでは最後にスノーピークでやっていこうと思います。耳を切らなくてはいけないです。まあ、耳を切ります。耳切るのちょっともったいないですね。なんか今まあ耳を切ってサイズを調整しました。まあ今せっかくなんで
今回あの8枚切りのやつも持ってきたんで、8枚切りの方でももうついでに焼いてみようと思います。はい、こちらが6枚切り、こちらが8枚切りの方ですね。それでは、具材を乗せていきましょう。あのあとこう食パンの耳を切るときに、サイズ感は耳をこうギリギリで切るとこのスノーピークのやつにはちょっと大きくなるかもしれないですね。でさらに言うとこうとろけるチーズとかを乗せるとはみ出そうな気がします。はい、で、今乗せました。こっちとこっちが、8枚切りですね。ちょっと2つギリギリになっちゃいそうなんですけど、これでやっていきましょう。やってみましょう。今こんな感じでこれだから挟んでいきます。はい、まあ、あの挟めるのは全然余裕で挟めますね。ちょっとひっくり返してみます。やっぱりこう今のそもそも真ん中がやっぱこう強く焼けますね。それはそうだと思うんですけど、そしてまた今取れちゃいました。このスノーピークのものはまあ2色いっぺんに調理ができるということで、その下のこうガスバーナーがこれ今プリムスの使ってるんですけど、ちょっとこう真ん中寄りにやっぱりこう火が回りますね。当然だと思うんですけど、ちょっとなのでこの火口が大きいところでやった方がまあ綺麗に焼けるんじゃないかっていう感覚がしています。まあ、こういう風な真ん中にちょっとこう寄った焼き目に今ついているので、ちょっとそれではひっくり返します。だいぶいい感じに焼けましたね。スノーピークはこの、 あの縁のところが分かりますかね、こうあの薄くこうペターっとなってるんで、なんかせんべいみたいなと美味しそうですね。あのスノーピークもあらかた焼けたので、これで一旦完成とします。はい、すべて焼き終わりました。で、まずこちらが、イタリア商事の、ホットサンドメーカーで、焼いたものです。で、こちらが、天幕デザインですね。天幕デザインの、ホットサンドメーカー、まあ、このホというマークが可愛いですね。で、このストライプ柄のものが、吉川のホットサンドメーカーです。これが1300円ぐらいですね。ストライプが非常に可愛いです。で、このキャプテンスタックのホットサンドメーカー、これはね、結構こう幅も余裕があって、もう本当表面だけ焼くっていうような感じですかね。で、ロゴスのホットサンドメーカー、ロゴスのホットサンドメーカーに関してはちょっとこう開けてみましょうか。ここ切り目がついてはいるんですけど、ちょっとこれこのままこう取る、まあ取れなくはないですね。まあ切り目が入ってますね。で、コールマンのホットサンドメーカーに関しても同じくここでこう斜めにこう切れ目が入るんで、まあ切りやすくなるかなとは思います。で最後にスノーピークですね。でスノーピークのホットサンドメーカーが、かなり僕としては面白いなと思ってるんですけど、やっぱこうなんですか、これ密封性がこう周りのところとかこの辺りがすごく高くて、まあ、パリパリ焼けてるんですよね、こういったところが。で、この上の方もチーズとかもチーズとかもじゅわーっとこう溶け出しているんで、なんかこう焼いた感じ、なんかうわーってこうみんなで盛り上がるんじゃないかなっていうような、気がしました。見えますかね。はい、ちょっとせっかくなんで食べてみます。僕は個人的にはすごく気になっているのがこのスノーピークのこのホットサンドですね。これすごいですね。これちょっとかじってみましょうか。
こんな感じになってます。うん、めちゃくちゃうまいですね。パンに今回ハムとチーズ挟んだだけなんですけど、全然これめちゃくちゃうまいですね。ですぐ焼けるんですごくいいですね。ちょっとじゃあ耳付きのものも食べてみますね。耳付きのもので、じゃあこのロゴス食べてみましょうか。ロゴス可愛いですね。このロゴがね、うまい具合にシャレじゃないですけど入ってて、うん、あのやっぱりこの耳があるんで、スノーピークのこれは耳がない分すごく柔らかくて、ただ周りがしっかり焦げ目がついて焼けてパリパリするんで、正直味は僕はこの耳ついてない方が好きです。ちょっとじゃあ天幕デザインもいってみましょうか。ちょっと焦げちゃったんですけど、まあでも、うん、やっぱりあの単純に好みだと思うんですけど、このスノーピーク、まあスノーピークというか耳を切って焼いた方が断然うまいです。耳を切って焼くものがおすすめです。で、今回またあの例のごとく SNS で少しコメントをもらっておりまして、まず1つ目、イタリア商事のこちらですねに関して、いくつかの何人かの方からコメントいただいています。88さんから、です。まず1人目、ウポツです。ホットサンドメーカーイタリア商事シングルのみですが使用しています。いいところ軽い面が平らで変な焼きマークがつかないので均一に焼きやすい。あとくっつきとかあまり気にならなくてサクッと洗えますというふうにおっしゃっています。まあ確かにこう均一に焼けてますし、まあロゴとかがねいらなければいいんじゃないかなと思います。悪いところ、プレートが分離しないので洗うときやや辛い、乾かしづらい。分離してくれたらフライパン代わりになるのでよかったな。気持ち柄が良くて柄が気持ち絵が短くても良かったなと個人的に思うことということだそうです。確かに天幕とかその他こう分離できるものはフライパンとしても使えるんで、そういったのはあるかもしれないですね、うん、非常に参考になるご意見ありがとうございます。いつもありがとうございます。で、お二人目、キャンプ飯道場さんから、バウルはダブルだと焼いた後半分に分けられるのがいいです。あと比較的軽いのがいいところだと思います。ただ鉄板が2つに分離できないです。洗うときに面倒です。それから鉄板が丸みを帯びているので焼くときごとくの上で安定しません。特にシングルバーナーの上ではひっくり返そうでヒヤヒヤしています。チャムスと比べると持ち手がチープな感じで頼りないです。まあ、確かにこの持ち手はプラスチックで、まあ、これはねシングルなんであれなんですけど、持ち手がちょっとチャチーなっていう感じはします。コメントありがとうございます。次が、串ロッコさん、バウルのダブルを使っています。僕はこれシングルです、これしか使ったことがないので他のメーカーと比較はできませんが、良い点は基本2人分なので、切り分けしやすいです。テフロン加工されているので、取り出しやすい。悪い点は分離しないので洗いづらいですかね。やはりこう皆さん分離しないと洗いづらいっていう風に、おっしゃられる方が、多いようです。串ロッコさんコメントありがとうございました。ケピコピコさんから、コメントいただきました。バウル使ってます。90度くらいまでしか開かないので押さえなくて済むから目玉焼きとかできるし、バッターンとならなくて便利です。バッターンと後ろにバッターンってなる話ですかね。でも表面の汚れが全然取れないのが難点です。ニトリのホットサンドメーカーも比較動画に入れてほしいです。すいません、ニトリはちょっと今回入れられなかったんですけれども、コメントありがとうございました。はい、まあコストパフォーマンスは比較的いいんじゃないかなというふうに、僕は考えています。まあとはいえこれ3000円するんでいい買い物だと思います。天幕デザインのホットサンドメーカーに関して、コメントをいただいています。ゆうさん、天幕のマルチホットサンドメーカー使っています。
いいところ、穂のマークがとにかく可愛い。確かにこれはめちゃくちゃいいと思います。キャンプ場で見るとすごくいいですね。で3つセットになっている、はい、深皿、薄皿、上につけるやつですね。で、深さがあるものはフライパンとしても使える、うん、これですね。確かにフライパンとしても、使えます。深いものを使えば分厚いホットサンドも可能、はい、中にすごくたくさん具材を入れてやるのもできると思います。で、分離する、専用の巾着がついている、はい、専用の巾着がついておりました。ちょっと動画で見せてないんで申し訳ないんですけれども、白い袋がついていたんで、そちらは良いのでないかと思います。これですね、こういう天幕デザインの袋がついてきたんで、これに入れて、収納として持っていけるようになっています。で、傷がつかないように中でしっかりと分かれているっていうのは、あ、確かになるほど、そういう視点ですね。この巾着の袋が、ここがいわゆるこう 3層に分かれていて、ここ入れてもここがぶつからないように間に入ってもう一つ入るっていう風になってるので、すごくこう良心的な優しい作りになっています。で、ハンドルが天然の木でおしゃれ、はい、そうですね、こういう木、木材になってるのでね、おしゃれですね。で、太めで持ちやすい、はい、持ちやすかったです。確かに悪いところに関しては、他のメーカーより値段が高め、セット内容的には個人的には満足しています。確かにこう2種類の厚さがあるので、それはそれでいいのかもしれないですね。3つセットなので重いので、かさばると、最悪よく使うサイズだけ持っていけば、片っぽいらないんじゃないかなと思いました、はい。で、使っていて不便に感じたことはないです、すごく気に入っていますということだそうです。ゆうさん、コメントどうもありがとうございました。で、次にコメントをもらっているのが、このロゴスのホットサンドメーカーです。ロゴスのホットサンドメーカーにコメントいただいているのが、真心の間に くれないっていうことなんですけど、ちょっと名前申し訳ないです、読めなかったんですけど、コメントありがとうございます。ロゴスのホットサンドクッカー、良いところ、取っ手が取れるので、コンパクト、ここですね、この取っ手のところが、取れるので、コンパクトになります。テフロン加工なので、くっつきにくい、ロゴがおしゃれ、はい、すごくロゴおしゃれですね。焼いたらこんな感じになります。で、分解できるので洗いやすい。確かに取っ手まで分解できるんで、それは非常に洗いやすいんじゃないかなと思います。悪いところは取っ手が回ってしまい、パンが挟みにくい。あ、確かにさっきこう焼いていて思ったのが、ここってしっかりとこう麺が合わさっていないとダメなんですけど、この取っ手が回っていると、どういう状態になるかというと、この先、表面は合ってるんですけど、ここがこう斜めでこう合わなくなったりすることがあるので、それがおそらくこう取っ手が回ってっていう感じですね。なので、しっかりと取っ手を回してセッティングの時に、注意を払って、組み立てておくのが重要なんじゃないかなと、思いました。ガスバーナーなどで調理するとき安定しておけない。パンが2つに分かれるが、包丁などで切らないとうまく2つに分けられない。ロゴの隙間の汚れが落ちにくい、スポンジが入らないですかね、確かに、そういったのは、あるかもしれないです。このロゴスの、ロゴスっていう文字のところは結構深いので、洗うときは大変かなと思います、はい。以上です。コメントどうもありがとうございました。で、コールマンの、ホットサンドクッカーに関してはゆうちゃんさんからコメントをいただいています。コールマンのホットサンドメーカー使っています。簡単に半分になるし、ランタンマークかわいいし、周りがサクサクになるので とても美味しく焼けますよ。とっても取り外しできるのでコンパクトになるのはいいと思います。ただ私の力加減が強すぎるのか、取っ手をつけるときに回しすぎて、取っ手を固定する箇所が取っ手を固定するところがずれてしまい、緩めにねじ込むので焼いている途中にちょっとだけ取っ手がグラグラしちゃいますということです。少しね、こう取っ手が細い分、強度がもしかすると、そんなにこう強くない可能性はありますね。ただ2つに分かれますし、とっても取れるのでコンパクトになって僕はいいんじゃないかなと、考えています。ゆうちゃんさん、コメントありがとうございました。最後に、スノーピークのホットサンドクッカーに関して、コメントを2名からいただいています。
お一人様、まず一人目が、ショッチ先生からですね、良いところ、携帯性に優れている、専用ケースが、付属している。専用ケースに関してはこういう白い袋が付いてきているので、こちらに、収納が天幕デザインと同じようにできます。ただ中は2層に分かれていないんで、そのまま入れるっていう感じですね。で、一度に2つ作れる、双方にくぼみがあるため、かなりの具材を挟むことができる、バーナーやロストリに置いた際にぐらつきのないようにデザインされている、レシピ本が付属されている、美味しい。で、気になるところに関しては横幅が広いので、コンパクトバーナーで調理するとき焼きムラができる。そうですね、まさに今日僕シングルバーナーでやったんですけれども、ちょっとね、最初は焼きムラができかけました。ただ、思ってる以上に端っこもしっかり焼けてるんで、そこまで何ですかね、均一に火が回るように設計されてるんじゃないかなと思いました。コンパクトバーナーで調理するとぐらつかないためのデザインが機能しない。食パンの耳まで調理できず、切り落としたりサンドイッチ用のパンを購入する必要がある。確かに僕は今日これ切り落として使いました。セパレートして調理する際に不意に取っ手が曲がることがある。ですね、こう持ってる時にこれをこう持って調理をしてる、片っぽだけでこうしてる時にここがこう曲がったりする可能性は確かにありません。すごくこう強く固定されているわけじゃないので、ちょっとした力でこうグッと曲がるのがあるので、それはちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思いました。収納ケースがぴったり設計すぎるため、さっと収納できない。ハンドル部が竹集合素材のため、洗浄すると水分を吸って完全に乾くまで時間がかかる、重い、ということだそうです。はい、コメントありがとうございました。もう一人の方、SS さん、お疲れ様です。自分はずっとスノーピークのトラメジーノを愛用しています。他のメーカーにはない取っ手の部分の折りたたみで携帯に便利です。大きさも食パンサイズで、真ん中分けなので2等分にしやすいです。そして上下が外せるので目玉焼きなどをするときに便利です。真ん中分けなので分けて焼くにもいいです。悪いところは真ん中に折り目があるので、そのまま大きさで焼きたいときや少し大きな肉まんを挟みたいときには潰れてしまいます、ということです。はい、コメントどうもありがとうございました。で、最後にちょっとこれ番外なんですけれども、一人の方からちょっと今ここで紹介してないものを実はこうレコメンドいただいていて、ちょっと今回買えなかったんですけど、オイゲンの本格鉄製ホットサンドメーカーというもので4602円なんですけれども、今添付している写真のように、使っているそうです。直火にそのまま入れたりやっているそうで、X43というふうにの方からコメントいただいておりまして、ホットサンドメーカーは日本のオイゲンです。中鉄なのであまり細かいことを気にせず、火や炭の中に突っ込めるのが便利です。このホットサンドメーカーは上下に分離するタイプなので使いやすいです、というふうなコメントを、いただいております。ちょっとね、これ見ると気になりますね。わざわざコメントいただきありがとうございました。で、今日いろいろとこう試してみて、総合的に思うのは、中鉄以外に限るんですけれども、フッ素加工があることによって焦げ付きが防止され、洗いやすさが増すというふうなものが特徴があります。で、あとは、分解できるのか、2つに上下がセパレートできるのか、さらに取っ手が外せるのかが、コンパクト性だったり洗いやすさにつながるので、そちらも一つの指標になるのかなと思います。特にオートキャンプ以外の場合は、収納のコンパクトさがポイントになってくるので、非常に気になるポイントなのかなと思います。あとはこう上下が分離するタイプに関してはフライパンとしても使えるので、そういった用途を考えるんであれば、上下分離する方がいいんでなかろうかというふうに、考えました。仕切りがないものに関しては具材をたくさん入れて、たくさん詰められると。ただし、その代わり焼き加減は若干ふんわりとするっていう風な、話が多いです。で、逆にこう仕切りがあると、2種類の具材を分けて入れたり、焼き加減が比較的こうパリッとこうギュッと詰まってやるんで、パリッと系になるんじゃないかと思います。ただし、
どれだけこう仕切りがあったとしてもそのまま手で綺麗に切れるっていうのはなかなかないと思うので、まあ、最終的にはこうナイフで切ったり包丁で切ったりするのがいいんじゃないかっていうふうに、考えております。で、あとは、まあ、ロゴがあるかなしかはもうこれ完全に好みだと思うんで、まあ、自分が好きなメーカーだったり可愛いと思ったものを、まあ、購入していくのが、いいんじゃないかと思いました。で今回、こうピックアップしたものに関しては全て直火式なので、IH には使えないと思います。なので、まあ、IH をで、まあ、家でも作りたいと思う方はちょっと注意をしてください。本日はホットサンドメーカーを7種類、使ってみて、紹介をしてみました。で実際に全て焼いてみて皆さんにこう焼き心地とかをお伝えしました。まあ、今度から、まあ、僕、まあ、総合的に、味でいくと、まあ、パンの、まあ、これは今回、まあ、耳をつけてなかったっていうことなんですけれども、耳を外して焼いたこのスノーピークのものが、まあ、好みとしては一番好みですね。あとはこう割とこう、今回具材があんまりなかったんでギュッとしてコンパクトに、まあ、パリッと焼けたのがこれだったんで美味しかったですね。まあ、耳があるより耳がない方が、まあ、好きっていう僕の好みでもあります。それでは本日もあのタナチャンネルを最後まで見ていただき、ありがとうございました。もしあの何か皆さんお持ちのホットサンドメーカーがあったり他におすすめのものがあればぜひコメント欄で、教えてください。あのホットサンドメーカーを選んでる人の、まあ、参考になればと思って動画を作成しました。どうもありがとうございました。